アラン・メンケンは、アメリカ合衆国のミュージカル音楽及び、映画音楽の作曲家、ピアニスト。舞台音楽とディズニー映画の映画音楽で特に、知られる。リトル・マーメイド、美女と野獣、アラジン、ポカホンタスで、それぞれアカデミー賞に部門を受賞している。他に、リトル・ショップ・オブ・ホラーズ、ニュージーズ、ノートルダムの鐘、ヘラクレス、ホーム・オン・ザ・レンジ・にキやか、農場を救え、 魔法にかけられて、塔の上のラプンツェル、ソーセージパーティーなどの作曲もしている。また、ブロードウェイなどのミュージカルでの作曲でも知られている。ディズニー映画の舞台化も多いが、他に、リトルショップ・オブ・ホラーズ、クリスマス・キャロル、シスター・アクト・天使にラブソングをなどの舞台作品の作曲も行っている。ハワード・アッシュマン、ティム・ライス、グレン・スレーター、スティーブン・シュワルツ、 デイビッド・ジッペルなどの作詞家とコラボレートしている。アカデミー作曲賞、アカデミー一家曲賞各4回、計8回アカデミー賞を受賞しており、音楽関連の部門で、アルフレッドニューマンの9回に続く2番目の受賞回数となっている。また、グラミー賞11回のほかトニー賞など様々な賞を受賞している。1949年7月22日、 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨークにあるフレンチホスピタルで生まれた。父親ノーマンは司会士及びブギュウギュのピアノ奏者で、母ジュディスは女優、ダンサー、脚本家であった。メンケンの家系はユダヤ系ベラルーシ人移民であった。少年時代から音楽に興味を深め、クラシック音楽を学びピアノ及びバイオリンを習い、幼い頃に作曲を始めた。9歳で、 ニューヨークフェデレーション・オブ・ミュージック・クラブス・ジュニア・コンポーザーズ・コンテストに出場し、自身の作曲のブレイは審査員たちから称賛された。ニューヨーク州ニューロシェルにあるニューロシェル高等学校に進学し、1967年に卒業した。在学中、ピアノの練習に飽きており、バッハやベートーベンの曲を自分流にアレンジして弾いていた。 その後ニューヨーク大学に進学した。1971年、ニューヨーク大学スタインハートスクールから音楽学学士を取得し卒業した。当初、父のように司会になるべく医学部進学を目指しており、音楽学にも興味はなかったが、最終的に音楽学部に進学して卒業した。リーマンエンジェルによる BMI のワークショップに参加した際。 他の作曲家たちと出会い音楽学部進学を決めたのである。大学進学前、第二のボブ・ディランを目指し、それまでピアノで作曲していたがギターで作曲をしていた。大学を卒業後、BMI リーマン・エンジェル・ミュージカル・シアター・ワークショップに参加した。卒業後、ロックスターかアーティストを目指した。しかし BMI ・ミュージカル・シアター・ワークショップに参加し、リーマン・イーグルを死と仰ぐと、 ミュージカルでの作曲への興味が増した。1974年から1978年、BMI ワークショップで、ミッドナイト、アパートメントハウス、カンバセーションズ・ウィーズ・ピエール、ハリー・ザ・ラット、メサイア・オン・モッド・ストリートなどを披露した。この間、バレエ及びモダン、ダンス伴奏者、クラブでの音楽担当、ジングル作曲、編曲、セサミストリートでの作曲、 ボーカルコーチなど様々な職を経験し、ザ・ボールルーム、レノス・スウィーニー、トランプスなどのクラブで自身の作品を演奏していた。1976年、ニューヨーク・タイムズ紙のジョン・ウィルソンは、エンジェルの BMI ワークショップのメンバーたちは、ブロードウェイ・アット・ザ・ボールルームシリーズの一部を上演し始めたと報じた。1977年、ウィルソンはザ・ボールルームでのメムケンの伴奏について、 単なる伴奏ではなく声でも参加していたと記した。メンケンは、ニューヨークズ、バックインタウン、ビッグアップルカントリー、ザ、プレゼントテンス、リアルライフファニーズ、ダイヤモンズ、パーソナルズなどのレビューに作品を提供していた。1979年、ニューヨークにあるウエストバンクカフェにて、チップジエンが出演するメンケンのレビュー、パッチ、パッチ、パッチが上演された。 スティーブ・ブラウン作詞のアチナ・エビル・クイーン・オブ・ザ・ギアラクシーなど上演されなかった作品の作曲も行っている。1980年ディバインから依頼され、ブラウン作詞ザ・ソーンの作曲も行った。これは映画ローズのパロディだが上演後も利益を上げることはできなかった。未完成のミュージカルベイブでハワード・アシュマンとコラボレートし、トム・アインとキックス ザ・ショーガール・ムシカル、デイビッド・ロジャースと、夏の世の夢をもとにした、ザ・ドリーム・イン・ロイヤル・ストリートでコラボレートした。ロバート・ J. c イ・シー・ゲル監督の映画、ザ・ラインで音楽を担当した。1979年、カート・ボネガットの長編小説、ローズ・ウォーターさん、あなたに、神のお恵みをのミュージカルか、カート・バニガット、エス・ゴット・ブレス・ユー、ミスター・ロザ・ウォーターにおいて、脚本家。 ハワード・アシュマンは、ベンケンとエンジェルを作曲家として指名し、プリング・ウィズ・ピエ・シアターで上演され高評価を得て、工業的には、まずまずの成績で、ようやく成功を収めた。数ヶ月後、オフ・ブロードウェイのエンターメディア・シアターに進出し、さらに6週間上演された。1982年、ベンケンとアシュマンは一人の人形遣いを含む、演者9名で上演するミュージカル。 リートルショップ・オブ・ホラーズの作詞作曲を行った。1960年公開の同盟のブラックコメディ映画リートルショップ・オブ・ホラーズを元にしたミュージカル作品であった。1982年プリング・ウィズ・ピエ・シアターで開幕して脚光を浴びた。マンハッタンのイースト・ビレッジにあるオルフェウム・シアターに移行し5年間上演され続けた。当時、 オフブロードウェイで最高興行収入を記録した。世界中でツアー公演を行い、数々の賞を受賞し、1986年には、ディック・モラニス主演で、リトル・ショップ・オブ・ホラーズとして、ミュージカル映画化され、メンケンとアッシュマンは、主題歌、Mean Green Mother from Outer Space で、初めてアカデミー賞にノミネートとされた。1983年、功績を称えられ、 BMI 特別功労賞を受賞した。1987年、モルデカイ・リッチラーの小説、ダディ・クラビッツの徒弟時代のミュージカル化、ダディ・クラビッツの徒弟時代で、作詞家、デイビッド・スペンサーと共に作曲し、フィラデルフィアで上演された。2015年、旅重なる、改訂後に、モントリオールで上演された。1992年、メンケン作曲、スペンサー作詞による、 ウィアードロマンスがプリングウィズピエシアターで上演された。1994年、チャールズ・ディケンズの短編小説、クリスマス・キャロルを元にしたマイケル・オークランの脚本により、リン・アーレンと共に作曲したミュージカル、クリスマス・キャロルがマディソン・スクエア・ガーデンのパラマウント・シアターで上演された。好評を博し、以降ニューヨークでは毎年ホリデーシーズンに上演されている。 リトルショップ・オブ・ホラーズの成功により、メンケンとアッシュマンは、ウォルト・ディズニー・スタジオ制作の映画、リトル・マーメイドの音楽を手掛けることとなった。アンデルセンの童話のミュージカル・アニメ映画化であり、ディズニー映画、白雪姫や、シンデレラと同等に扱われることが予想されたため、二人に、とって、大きな挑戦であった。リトル・マーメイドは、批評的にも、 商業的にも成功し、新しいディズニー時代の幕開けとしてメンケンは、ディズニールネサンスの立役者の一人となった。本作の楽曲、主題歌、アンダーザシーはアカデミー歌曲賞に選出され、メンケンとアッシュマンにとって、初のアカデミー賞受賞となった。またメンケンは、アカデミー作曲賞も受賞した。メンケンとアッシュマンは、 映画、美女と野獣でアカデミー一家曲賞に3曲がノミネートされ、タイトル曲、ビューティーザ・ビースト美女と野獣で受賞した。メンケンはアカデミー作曲賞も受賞した。1991年にアシュマンが亡くなった当時、二人は映画アラジンの作曲中であった。ティムライスがアシュマンの後継となり、音楽を完成させた。1992年、楽曲、 ホールニューワールドでアカデミー歌曲賞を受賞した。1992年公開の実写映画、ニュージーズで作詞家、ジャック・フェルドマンと共に作曲し、アカデミー作品賞を受賞した。作詞家、スティーブン・シュワルツと共にミュージカルアニメ映画、ポカ・ホンタスを作曲し、アカデミー歌曲賞及びアカデミー作曲賞を受賞した。1996年、二人はミュージカルアニメ映画、 ノートルダムの鐘で作曲を行った。1997年、ジペルとサイド組んでミュージカルアニメ映画、ヘラクレスの作曲を行った。1993年のマイケル・ J ・フォックス主演の映画、ライフ・ウィズ・マイキー、2004年のホリデー映画、ノエル・ノエル、2012年の映画、白雪姫と鏡の女王の音楽の作曲を行った。ディズニーでは他に、 ホームオンザレンジにぎやか、農場を救え。僕は、ムクイヌのティム・アレンによる、リメイク映画、シャギー・ドッグ、魔法にかけられて、塔の上のラップンツェルの音楽を作曲した。2017年3月、ディズニーは、実写映画、美女と野獣を制作し、1991年版の、音楽に加え、メンケンとライスが新曲を作曲した。2017年、 パセク・アンド・ポールと共に実写映画、アラジンの作曲を、リン・マニュエル・ミランダと共に実写映画、リートル・マーメイドの作曲を開始した。また、シュワルツと共に、魔法にかけられての続編、ディス・エンチャンテッドの作曲を行うこととなった。アカデミー作曲賞4回、アカデミー一家曲賞4回の、計4回アカデミー賞を受賞しており、アルフレッド・ニューマンの9回に続く2番目に、 最多受賞の作曲者となっている。全体で見ても、ウォルト・ディズニーの22回、ニューマンに続き、衣装デザインのイーディス・ヘッドと共に3番目である。存命人物としては、最多受賞となっている。2001年、ディズニー・レジェンドを受賞した。1994年、ミュージカル、美女と野獣で、ブロードウェイデビューし、2007年に閉幕するまで13年間上演された。 1997年、作詞家、ティム・ライスと共に聖書に登場する、ダビデを主題とするミュージカル、ダビデオの作曲を行い、ブロードウェイにあるニューアムステルダム・シアターにて、コンサート版が上演された。2003年から2004年、ブロードウェイにて、リトル・ショップ・オブ・ホラーズが上演された。2008年から2009年、メンケンが作曲した、舞台版、 リトル・マーメイドがブロードウェイで上演され、トニー賞オリジナル楽曲賞にノミネートされた。2009年、メンケンが作曲したシスター・アクト・天使にラブ・ソングをがロンドンで初演され、2011年、ブロードウェイで上演され、トニー賞作曲賞にノミネートされた。2010年、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに星を埋め込まれた。2010年12月、NPR のクイズ番組、 ウェイトウェイト、ドントテルメにゲスト出演した。2012年、ミュージカル、ニュージーズで、トニー賞作曲賞を受賞し、2014年に閉幕した。2012年、ミュージカル、奇跡を呼ぶ、男の作曲を行い、ブロードウェイで短期間上演された。2014年、ミュージカル、アラジンがブロードウェイで開幕し、トニー賞作曲賞にノミネートされた。 2013年、ジョージア州アトランタで行われた、ジュニアシアターフェスティバルの受賞式に、ゲスト出演した。この時、制作秘話を交えながら、未発表曲を含む演奏が行われた。2014年、カリフォルニア州のラホーヤプレイハウスにて、ミュージカル、ノートルダムの鐘が上演された。2015年、モントリオールにて、ダディ・クラビッツの土定時代改訂版が上演され、 2016年、ペーパーミルプレイハウスにて、ブロンクス物語が上演された。ダウンタウンバレーカンパニーに勤務中、バレーダンサーのジャニス・ロズウィックと出会った。1972年11月に結婚し、ニューヨーク州ノース・セーラムに住んでいる。アナとノラの二人の娘がいる。アカデミー賞8回、ゴールデングローブ賞7回、グラミー賞11回、トニー賞1回、 ドラマデスクアワード1回、外国批評価賞2回受賞している。さらに2002年にディズニーレジェンド、1998年にリチャード・カーク特別功労賞、2013年にフレディジー・ミュージカル功労賞、2013年にオスカー・ハマー,ースタイン賞などを受賞している。アメリカンフィルム・インスティチュートは1991年の映画美女と野獣のタイトル曲、 ビューティー and t h 美女と野獣をアメリカ映画主題歌ベスト100に選出した。ディズニー映画でノミネートされた他の5曲を一家に示す200。2006年アメリカンフィルムインスティチュートはミュージカル映画ベストに唯一のミュージカルアニメ映画として美女と野獣を22位に選出した。メンケンの作品でノミネートされた他の4作品を一家に示す太字のものは受賞作品。 歌曲賞に映画タイトルを記述していないものは、同年の作曲賞と同じ映画。ありがとうございます。